さあ得点圏には先制のランナーを置いています。まあやはり先制することは大事なんで先手を取りたい。鮮やかなホームランを見せてくれました。ご覧いただきましょう。期待通りのバッティングで先制ホームランを放ちました。ナイスバッティングですね。このホームランでピッチャーも目が覚めたんじゃないでしょうか。